クリス・ハリスはアーカンソー州リトルロック出身のアメリカンフットボール選手、コーチ。現役時代のポジションはセーフティルイジアナ大学モンロー校から2005年の NFL ドラフト6巡でシカゴベアーズに指名されて入団した。1年目のシーズン序盤にマイク・グリーンからフリーセーフティのポジションを奪った。この年13試合に先発出場し58タックル。 3インターセプトを挙げた。2006年のプレシーズン、彼はベアーズのファンのブライアン・ラングにチームがスーパーボールに出場を果たしたらチケットを送ると約束した。この年チームは第41回スーパーボールに出場を果たし、ラングはベアーズの球団本部を訪れクリス・ハリスと約束したのでチケットを要求した。ハリスはあれはジョークであり、 チケットを用意することはできないと述べた。最終的にチケット仲介業者がラングにチケットを与え騒動は収まった。スーパーボールでハリスは第1球にペイトン・マニングのパスをインターセプトしたがチームは17から29で敗れた。2007年8月2日、カロライナ・パンサーズに2008年のドラフト個人指名権と引き換えにトレードされた。このトレードについて、 ラビー・スミスヘッドコーチはチームには6人のセーフティがおり、全員を残留させることはできないと語った。その年彼は15試合に先発し101タックル。その年、NFL トップでパンサーズのチーム記録を更新する8ファンブルフォースを挙げた。2008年、パンサーズは4年間の契約延長を行った。この年彼は70タックル、2ファンブルフォース、1インターセプトを挙げた。 2010年4月27日、ジャマール・ウィリアムズとのトレードでベアーズに復帰した。この年70タックル、チームトップタイで自己ベストの5インターセプトを上げ、チームの地区優勝に貢献した。第12週のフィラデルフィア・イーグルス戦では、自陣エンドゾーンでボールをインターセプト31から26の勝利に貢献した。これはその年、 マイケルビッグが最初に喫したインターセプトであった。この年70タックル、5インターセプト、7パスディフェンスを挙げて、シーズン終了後彼はオールプロに選ばれた。2011年オフシーズンにロックアウトに突入し難航する労使交渉について、7月5日、トレーニングキャンプが予定通り行えないならば、8月7日のホールオブ、フェームゲームをプレイするべきではないとコメントした。 開幕戦から先発出場をしていたが、デトロイトライオンズ戦でカルビン・ジョンソンに本動されたことなどから、第6週のミネソタ・バイキングス戦から控えとなった。その後チームにトレードを要求、第7週にロンドンで行われたタンパベーバッカニアーズ戦には先発出場をしたが、10月27日、ベアーズから解雇された。10月28日にデトロイトライオンズ入りが決定した。 2012年10月15日にジャクソンビル・ジャガーズと契約したが11月28日にカットされた2013年1月28日シカゴ・ベアーズのディフェンスクオリティ・コントロールコーチに就任した2015年にジョン・フォックスヘッドコーチ就任に伴い対談した2016年よりサンディエゴ・チャージャーズのディフェンシブバックコーチに就任した2020年より ワシントンフットボールチームのディフェンシブバックコーチに就任した。ありがとうございます。